デブスタートしちゃったね。週末だね。なんか天気悪いらしいから。とりあえず今日は明日で。クエストだけでももらっときますか。今週末の雨が結構ひどかったらどっちにしてもやらねえから、来週どっか旅行行くか釣り行くかなんかしたいからね。とりあえず稼いどこう。昨日は結構もう仕事行ってて左膝痛くて歩くのつれえなとか思ってたけど、今日はもう調子いいからいけるな、きっと。こんな感じで今日も楽しみましょう。ニーヌファブシを目指しおじいは残酷量
知るでいこう。いや最後週末クエスト残り2分で取り切った1800円、危なかった。しかも両角で待ってて、なってもなんなくてもケンタッキーでも買って帰るかって思ってたら、残り2分でなってマックでなったんだけど、マックで待ってる間ケンタッキー買って、でマック配達して、配達先が家の近くっていう完璧なパターン。ラッキー。とりあえず今日はもう軽く12件で終わらせて、明日18件やれたらやるかな。ひまたぎクエストは30回で3000円かな。今日また夕方追加クエストみたいのでしたけど、まあそれはいいかな。なんか思ったよりなんないしね、祭日。こんな感じです。帰ってケンタッキー食いながらビールでも飲みます。Bye.